滝沢秀明の敬願が生んだ奇跡。ナンバーアンダーライン愛の成功の裏側に迫るファンとの絆が生んだ奇跡。ナンバーアンダーライン愛が世界中を魅了する理由。グループ名、ナンバーアンダーライン愛は滝沢社長のこだわりが詰まったネーミングです。シンプルでありながら力強く、そして何よりグローバルに通用する名前は、まさに世界を目指す彼らの決意を体現しています。 その名の通り、彼らはデビューからわずか1年で世界を舞台に活躍するグループへと成長しました。メンバーの中でも、ひときわ輝く存在が平野翔です。彼の抜群のルックスと確かな実力は、グループの人気を牽引する原動力となっています。インスタグラムのフォロワー数400万人超えという数字が、彼の絶大な人気を物語っています。しかし、彼の魅力は外見だけではありません。 ラジオ番組スクールオブロックでのファンとの交流に見られるように彼は常にファンを大切にし寄り添う姿勢を貫いていますこのファンへの愛こそが彼のそしてグループ全体の大きな魅力となっているのですナンバーアンダーライン愛の楽曲は滝沢社長の手腕が光るものばかりですデビューシングルゴートや大人の恋心を歌ったバラードブローユアカバーなど どれもファンを魅了する楽曲ばかりです。さらに、ファンとの絆を深める新たな試みとして、楽曲投票サービス、優先音楽配信サービスがスタートしました。ファンの声がダイレクトに反映されるこのシステムは、グループとファンとの距離をさらに縮めるものとなるでしょう。4月には、アメリカの大型音楽フェス、コーチェラ2024に出演し、世界中のファンを魅了しました。また、 平野翔は韓国の人気ヘアケアブランド、ワンジュンギョヘアーの広告キャラクターに就任し、その美しいビジュアルが話題を呼びました。国内外での活躍は、彼らの勢いが留まるところを知らないことを示しています。ナンバーアンダーラインアイの快心劇は、メンバーの強い決意、滝沢社長の敬願、そしてファンとの強固な絆という3つの要素が絡み合って生まれた必然の結果です。彼らはこれからも、 その勢いを落とすことなく、さらなる高みへと進んでいくことでしょう。2023年10月、新たな音楽シーンに登場したナンバーアンダーライン愛は、瞬く間にその存在を広く知られることとなりました。彼らは元ジャニーズ事務所に所属していた3人組であり、滝沢秀明社長率いる戸部プロダクションの下で、新たな船出を果たしました。彼らの後悔は日本のみならずアジア、そしてアメリカへと広がり、 今や世界中でその名を轟かせています。ナンバーアンダーライン愛の成功は、偶然ではなく、メンバーの強い決意、滝沢社長の敬願、そしてファンとの強固な絆が絡み合った結果です。ジャニーズ事務所を離れ、新たな道を歩み始めた3人にとって、その挑戦は決して平坦なものではなかったでしょう。しかし、彼らは夢を諦めず、自分たちの信じる道を突き進んだのです。 彼らの背中を押したのは、滝沢秀明社長の存在でした。滝沢社長は、ジャニーズ時代からメンバーの個性を深く理解し、その才能を最大限に引き出す方法を模索してきました。そして、飛べプロダクションという新たな舞台で、その力を存分に発揮することとなりました。しかし、彼らの前途が常に明るいとは限りません。かつて一世を風靡したグループ、金プリも、 様々な困難に直面し、結果的に分裂することとなりました。ナンバーアンダーラインアイもまた、今後様々な試練に遭遇するかもしれません。しかし、彼らは、キンプリとは違います。彼らは自分たちの夢を信じ、それを実現するために努力を惜しみません。そして何より、彼らの周りには、彼らを支えるファンがいます。ナンバーアンダーラインアイの未来は、 彼ら自身の手で切り開かれていきます。彼らは、その強い意志と才能、そしてファンとの絆を武器に、世界の音楽シーンに新たな風を吹き込むことでしょう。その未来が輝かしいものであることを願ってやみません。ナンバーアンダーラインアイの活躍は、日本のエンターテイメント業界に新たな可能性を示しています。彼らはジャニーズ事務所という巨大な組織から独立し、 自分たちの力で道を切り開きました。それは日本のアイドルグループにとって大きな一歩となるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の成功は彼らの才能と努力はもちろんのこと、滝沢秀明社長の存在も大きいです。彼はジャニーズ事務所で培った経験と知識を活かし、メンバーの個性を最大限に引き出す戦略を展開しました。そして、 トベプロダクションという新たな舞台でその力を存分に発揮することとなったのです。滝沢社長の敬願と戦略、そしてメンバーの才能と努力、そしてファンとの強固な絆。これらの要素が絡み合って、ナンバーアンダーライン愛の快進撃は生まれました。彼らの未来は明るく輝かしいものであると信じています。最後に皆さんに問いたい。 ナンバーアンダーライン愛の今後の活躍にどんな期待を抱いていますかそして彼らはどんな未来を切り開いていくのでしょうか彼らの活躍は私たちに多くのことを教えてくれます。夢を諦めずに努力することの大切さ、仲間との絆の重要性、そして新しいことに挑戦する勇気。ナンバーアンダーライン愛の物語は私たちに勇気と希望を与えてくれます。 彼らの音楽は国境を越えて人々の心をつなぎます。その歌詞には夢や希望、そして愛が込められています。彼らの歌声は時に力強く、時に優しく私たちの心に響きます。ナンバーアンダーライン愛は単なるアイドルグループではありません。彼らはアーティストであり、エンターテイナーであり、そして夢を追いかける若者たちの象徴です。彼らの存在は 私たちに夢を見ることの素晴らしさを教えてくれます。彼らはこれからも進化し続けるでしょう。新たな挑戦を続け、より高みを目指していくことです。そして、その過程で、彼らはさらなる困難に直面するかもしれません。しかし、彼らは決して諦めません。彼らは夢を追い続けることを決してやめません。ナンバーアンダーライン愛の物語は、まだ始まったばかりです。 彼らはこれからどんな未来を切り開いていくのでしょうかそれは彼ら自身の手にかかっています。しかし、一つだけ確かなことがあります。それは、彼らの未来が明るく輝かしいものであるということです。彼らの活躍は、日本のみならず世界中の人々に感動と希望を与えています。彼らの音楽は、国境や文化の違いを超えて、人々の心をつなぐ力を持っています。 彼らの存在は、私たちに夢を見ることの大切さを教えてくれます。皆さんは、ナンバーアンダーライン愛の未来にどんな期待を抱いていますか彼らの音楽と物語があなたの心にどんな影響を与えたでしょうかぜひ、彼らの活躍に注目し、その未来を共に見守りましょう。そして、彼らの音楽が私たちの心にどんな変化をもたらすのか、共に感じていきましょう。